は日本のアナウンサー大阪府大阪市出身昭和プロダクション所属関西テレビ放送の勤務を経てフリーとなる小学生時代は大の阪神ファンだったが1950年の聖パリオリーグ分立の時に阪神から毎日オリオンズに移籍したベッドカオル派についていきオリオンズファンになる少年時代は球場に頻繁に行くよりも 野球雑誌を読んだりラジオで中継を聞いたりするタイプのファンだったことから小学生時代にアナウンサーを志す。大阪府立夕日が丘高等学校、関西学院大学法学部卒業後、1962年 KTV にアナウンサーとして入社。関西運動記者クラブにも加入する。1964年の日本シリーズでは東京オリンピックのために KTV の先輩アナウンサーはみんな東京に出て行き、会社に残ったのは当時入社3年目のデンだけだったということから、同シリーズの KTV 担当分の実況はすべて、塩田和人で担当した。KTV 入社後は、プロ野球、バレーボール、ボクシングなど、スポーツ実況穴として活躍。中でもプロ野球では、1984年の日本シリーズ、 阪急隊広島の実況を担当。その他、シーズン中の中継では特に、西本幸夫と実況と解説で組むことが多く、西本、演伝の名コンビとも言われた。大阪国際女子マラソンでは、1982年の第1回から1991年の第10回まで第1移動者、1992年の第11回から1999年の 第18回まで長い陸上競技場の実況を務めた。1999年に KTV を定年退職。その後はフリーアナに転身。昭和プロに席を置き、関西を拠点とし、CS テレビで放送されるプロ野球中継を担当したほか、講演活動も行っていた。また、野球殿堂審査員、ゴールデングラブ賞選考委員。 関西テレビスポーツ対象選考委員も務めた。ありがとうございます。